アナンド・サティアナンドは、ニュージーランドの放送家。19代目ニュージーランド総督。元弁護士、元裁判官、オンブズマン、コモンウェルス基金会長。1944年7月22日に、オークランドに誕生する。インドとフィジーの家系を持つ。祖父は、インド人で1911年に、フィジーへ移住。父は、インド系フィジー人で14歳の時に、 中等教育を受けるため、ニュージーランドへ移住。その後、医師になる。母は、スバ出身の看護師。父と母は、オークランドで結婚した。セイクレットハートカレッジ卒業後、オタゴ大学で医学を専攻するも中退し、オークランド大学へ転学。オークランド大学で法学を専攻。大学卒業後は弁護士、ニュージーランド地方裁判所裁判官を歴任。 1995年にオンブズマンに任命され、2006年8月23日より、第19代ニュージーランド総督に任命される、同国初となるアジア系総督である。1970年にオーストラリア人女性と結婚し夫妻の間には3、氏がいる。第32代ニュージーランド首相を務めたデビッド・ロンギとは、オークランド大学法学部の友人であり、 アルバイト仲間であった。1975年の総選挙では、論議の選挙活動を支援するも論議は落選した。2006年に、フィジーで発生したクーデターでは、ライセニアガラセフィジー諸島共和国首相と、フランクバイニマラマ国軍最高司令官を、ウェリントンの総督皇帝へ招き、事態収集へ向けた、対話の場を設けた。2011年7月に、 胸部感染症を発症し、オークランド病院へ入院。数日間の治療と静養を終え公務に復帰。2011年8月23日に総督任期を満了。退任の挨拶として、総督在任中に発生したフィジーでのクーデターに懸念を抱き、ニュージーランドはフィジーの近隣国であり、友好国としてフィジーが直面する状況に、 有効的に対応すべきと声明を発表した。2013年1月29日、コモンウェルス基金はサティアナンドを会長に任命したと発表した。ありがとうございます。